おはようございます。本日のスナックチラー、松村良也先生のただそれだけでよかったんです。第22回電撃小説大賞受賞作、舞台はとある中学校、スクールカースト上位である K は自殺をしました。その遺書には菅原拓悪魔だけれど、彼はスクールカースト最下位で K のいじめも目撃されていませんでした。丁寧に描かれていく謎、そして真相とともにガラリと変わる印象、涙とともに抱きしめたくなる作品でした。ぜひお読みくださいませ。